現在では長壁と大井町までの2つだけでございます。ただいまご覧いただいているのは癖直しと申しまして、大井町を言うにあたって何よりもこの癖直しを入念に行いませんと後で瓶がきれいに出ません。髪の毛は生きておりますので、どんな人の髪の毛にも癖があります。その癖を抑えてまっすぐにするために、髪の毛に少々水をつけ、よく揉んで一時的に柔らかくほぐし、まっすぐな髪の毛に直します。今度はスティグシで丁寧に髪をすいております。このスティグシをつけますと髪の毛に艶が出て、髪はカラスの濡れ場色というような艶のある色になります。力士の真似を言う人を床山と言います。床山さんになりまして、昇格を言うのに2年から3年、この大井町を言えるようになるには5年から10年はかかると言われております。また、床山さんもこの大井町が立派に言えるようになりますと一人前と言われております。次に、揃い節を使って根揃いをします。この根揃いは、大井町の中心点を決める大事な節紙でございまして、大井町を言う髪の長さは、約40センチから45センチが良いと言われております。徳山さんの手元の白い紐がご覧いただけますでしょうか。これは元湯といって、昔はご婦人と日本髪によく使われておりました。元湯には紙でできておりますが、大変丈夫な紐で手で引っ張っても決して切れませんか。立ち合いの激しいあたりでたまに切れることもあります。この元湯は1日に2000本から3000本使われており、1年間では約80万本ほど使われております。